にニャーンってたこんなーんって言うね。チョビあ、これちょっと警戒してる。わかんない、ちょっと。ひろる。ひろる。こっからどうやって上がるの？ジャンプして。ジャンプ。よじ登って。じゃ。かわいい。じゃ。ひろる。よいしょ。気持ちいいんだ。すっごい毛並みいいね。もうなくてなってんじゃないですか。爪とびの上に。あ、これ。あ、本当だ。にゃん。あ、これやっぱ警戒しちゃうんだよ。怖いんだ。どこ行くの？あ、ごめん、どうした？撮影してんの？うん、受けがいいの、やっぱ動物って YouTube ごめん、あ、来た来た来た。でもやっぱ警戒しちゃうのね、うん、こういうの見るとこれよく堂々としてる。なんでチロルさんじゃなくてチロルしか言わない他のひいきしてる、ひいき、すごいひいきしてるこの猫は名前みんな名前かわいい、うん、チョビ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 、一番なんかここだけ黒くて、あー本当だ、チョビ全然なんか分かんない、チョビチョビほらこっち向こう賢いね、賢いんだ、知能高いへえー、癒されますね、癒されます、はいね、でもさあのある意味これ猫カフェ状態ですよね、猫カフェ状態手がすごい集まってきたらよくあれですよ、お姉さん家の子供がね泊まりに鍛えてるんですよ、これ猫と遊びたいから大きたいよ、でもあんまり子供はやっぱ苦手なんですよね、追いかけましたりじっくりますから逃げてあげちゃう、ね、しつこいじゃないですか、うん、すげえ毛がやっぱ抜けますね、抜けちゃう、じゃあね嫌だなって、すごいね、強力な掃除機買ったからね、かなり毛吸い取れますね、掃除機面白い、3万いくらぐらいの掃除機、ダイソンのちょっと下ぐらいのやつ、すげえ取れますよ、サイクロン、はい、ハウスダストからね、毛まで、気持ちいい、どこ行くのかな、うん、表も行くんですね、表は行かないですよ、こいつこいつだけ唯一手術してないんでメスなんですよ、だから絶対外出さないです、もうね、箱入り娘です、こいつだけ、あとはみんな出ますね、だから引きしてる箱入り、あとはね、全手術してるんですね、メスもオスも、うん、大変ですよ、1ヶ月1匹ずつやって1年かかっちゃった、これだけ盛りが来るんですよね、やっぱね、いやこれわーんってね、手術してね、そうするとわーんって言うんですか、うーん、なんかちょっと変な変な感じ、ね、行っちゃった、ああ
歩いていきます、ね、行きますか。もう何時ぐらい、ね、流れてくるんですか。止めることもできるんですけど、水は使ってないですね。腐っちゃうんで、ペットボトル逆さまに刺したら流れるようになってるんですけど、使っては使わないです。夏はね、腐ってるんですけどね、